よっと。モズ、屋上だ。おめでとうございます。よくぞ私の罠をくぐり抜けてここまでたどり着きました。いや、まさかね。私びっくりです。愕然です。自信喪失です。あれはとても罠ってレベルじゃないだろう。っていうかお前、自分が優勝するつもりだったな。え？いえ、よく調べたら、教師が優勝してはいけないというルールもありませんでしたし、全員リタイアすれば。なんてやつだ。で、どちらがこの金時計を取るんです？取った方が優勝ですよ。オズ、お前が取れ。切る？どうしても優勝しなきゃならないんだろう。俺は友として、少しでもお前の力になれればと思ってついてきただけだ。それに、俺はお前と毎日楽しく学園生活が送れればそれでいい。それには特別な拘束なんか必要ない。キル、そっか。じゃあ。ただし、間違っても正面から取るなよ。きっと時計が乗ったその台座の手前に落とし穴があるはずだ。あら、ギルバート君、鋭い。でも残念でした。よっと。うわー！この屋上は台座の周りを除いて全面落とし穴になってたんですね。そんなの反則だ。これで全員リタイア。優勝は私のものですね。そうさせるか。来い、レイヴェン。ここはレイヴェンの家だ。レイブンって本当に何でもありだな。サンキュー、ヒデ。言っただろう。お前の力になるためについてきたと。俺にできることであれば何だって手を貸すさ。まあできる範囲でだけどな。できる範囲のことか。そうだよな。できないことを嘆くよりできる範囲で何をするのかが大事だよな。じゃあ行くぞ、オズ。レイブン、オズ、ごめん。取った！しまった、時計を。やった！この時計さえ壊せば元の世界へ戻れる。これで悪夢も終わりだ。あれ？戻らない。ていうか、キルたちも学園も消えて真っ暗になっちゃったけど、ここって？やはり、あの時計は元凶じゃなかったようだね。ジャック、じゃあ、何が元凶？チキショー！チキショー！え？この声は、エミリー？ん？やなぜあのガキまだ元気なんだ。精神力が半端じゃねえってことなのか。まずいぞ。このままだと逆に俺の力が尽きて。おい、エミリー。なあ、ジャック。ああ、どうやら間違いないようだね。エミリー、お前が悪夢の元凶だったのか。何をおっしゃいますの、オズ君。私は可愛いお人形さんよ。よく見ろ、自分の姿を。え、自分の姿って、俺が屋上から落ちたと思って気抜いたろ。人間サイズになってるぞ。怪しいにも程がある。ああ、いや、その、優しくしてね。ふざけんな！どうか！自分じゃ。